今堀義明です。今日は、ちょっとだいぶマニアックな内容になると思うんですけど、リバーブタンクの弾き比べしたいと思います。このアンププロリバーブに 入っているリバーブタンクなんですけど、見えるでしょうか。アクトロニクスっていうメーカーのやつが入ってます。一応ねこれメイドイン USA のやつで、型番が 4AB3C1B ですね。でもう一個が MOD っていうんですかね、のまあこれも型番が全く一緒で 4AB3C1B、このタイプ、これも交換用として使えるんで、試しにこれを、使って弾いてみたいと思います。で型番が全く一緒なんで、どんだけ音の差が出るかで、これ初めて見る人も多いと思うんですけど、一応中がですねこうなってますね。こうなってて、実際のバネがこうついてて、でこのバネの揺れですね、こう揺れるようになってます。でこのスプリングの音がまあいい感じに、アンプの音から混ざるという感じの仕組みになってます。一回これを弾き比べてみたいと思います。リバーブタンクの外し方です。これフェンダーのアンプの後ろ側がこんな感じですけど、こうまあ後ろも開いてるんで、この中に入ってる布のカバーみたいなやつ、この中に入ってます。でここ、まあ、暗くて見えづらいですけど、こことここにネジで、止めてあります。じゃあちょっと外してみます。こういう感じですね。でここからこう開けると中にこうタンクが入ってます。まあこういう布の袋、こういう感じです。でこの線が2つ出てて、アウトプットって書いてあって、こっちインプットですね。これちょっと、これがこの後ろのここにつながってます。インプットとアウトプットで、これで外せますね。もうこれ引っ張るだけです。こういう感じです。
はい、今ちょっと弾き比べてみました。型番一緒でも音だいぶ違いましたね。 MOD の方はだいぶ、まあ、密度ですね、密度が高い感じできめ細やかな感じで残るって感じです。でこのアキトロニクスの方はもっとなんですかね、バネの感じでスプリングが本当にこうなってる感じの、まあ、これがやっぱりフェンダーかなっていう音は、してました。で今度同じ型番で これだけ違うんでやっぱり他の型番もねちょっと気になるんですけど、この一応型番で長めのやつ、ディケイタイムが長いやつとかショートタイムとかあるらしいんで、まあそういうとこでも音変わると思います。フェンダー、そうですね、プロリバーブに合うのはもしかしたらアキトロニクスの方かなっていうイメージですね、今のところ、こっちのすごい高級感ある音なんで、プロリバーブに合わすというより、まあ、僕が持ってるツーロックとかそっちとかにすごい合うような感じがしました。最後にもう一回同じ設定にしてここリバーブを変えずにもう一回弾き比べてみたいと思います。はい、こんな感じですね。やっぱり
アキトロニクスの方がまあフェンダーに採用されてるタンクなんで、まあ合ってるかなっていう感想です。まあ皆さんはどちらが好きだったでしょうか。スプリングでこれ本当に揺らすとこういう音出ます。はい、では終わります。